私たちメニュー会これいる私たちメニュー会ということで、ベイビークレヨン、私たちそれぞれのスキンケアを紹介したいと思います。イエーイ。どこから行こう。どっかな。じゃあクレンジングから行く。はい、いいね。はい、クレンジングはこちら、じゃん、クレージュクレンジングバーム V バームねです。これバーム系だ。バーム系でもずっと白いバージョンを使っとったんやけど、うんうん、なんか黄色が新しく出てたから買ってみました。マスカラリムーバーしやんくっても取れる取れる。へぇ、スッスッスッって取れるか。おすすめ、見てみる。うん、なんか濡れてる。うん、見てみる、お風呂か。うわ、全然まだ使ってない。全然使ってない。ほんとだ。でもいい感じ。うん、匂いもね。あっ、うん、好きな匂いでしょ。うん、好き。あ、柑橘系の匂い。いい匂い。結構おすすめ。まあ、じゃあこれはまだ、はい、そんなに時間が経ってないやつ。はい。洗顔は、こちら。こちら。これです。うん、これ、うん。なんか、あの、その肌のタイプによって分けてます。その日の。ああ、そういうことね。なんかちょっと荒れてるなって時は、あの、こちら。こちら。で、調子いいなーは。こちらって感じ。はい。で、上がったらすぐにこれを顔にぶんかけます。豆乳イソフラボン、あ、ミストのやつだ。マイクロミスト化粧水をこうやってお風呂上がった瞬間、もう裸のまんまピューってで振りかけます。これは顔にも振りかけるし、体にも振りかける。へえ。全身に乾燥しないように振りかけます。はい。そしたら次にこれ、オードムーゲだ。オードムーゲローションっていう拭き取り化粧水やねんけど、うん、これをコットンに浸して汚れを取ります。へえ。最初になんかな、意外と残ってたりするの、汚れが。そうなの。お風呂で洗ってもらう。そうだからそれをないようにこれでまず拭き取ります。そしたら次ちょっと変わってるんですけど、ここで乳液が登場します。セザンヌの乳液をコットンにこうやってやって、こうやってコットンで拭くの、一旦顔を、うん、なんていうの、導入乳液みたいなやつ。はいはい、これそうに、本当はそうじゃないんやけど、そうやって使うの。そしたらね、肌がもうもっちもちになってね。え、これは顔？うん、顔。なんかこれは TikTok で見つけて、なんかあれだ、あの乳液って感じじゃない？そうやねん。へぇ、そうやって違うよ。うん、しっとりタイプ。これをコットンに浸してこうやってやってやります。ハック、これめっちゃいい。ナンバーズインの3番か5番、これ流行ってますよね。流行ってる。これひなたんが教えてくれてる。そう、5番ひなたの5番だった。そう、これめちゃくちゃいい。こっちは3番はな、ちょっとピリピリするね。ああ、そう、こっちの5番はなんかビタミン C の白玉グルタチオン。もうでもこれもう液すごいから、もうひたひたの、もうえ、すごいよね。やばい。え、だからこれ1回で終わるのもったいないぐらい、ね、だからもうめっちゃ体に痛くてください。首と私さ、あのパックのさ、なんかあの使ってない汁のなしのパックなんかほらあるじゃん、汁のなし、あの、あ、わかるわかる、あの乾燥パックでしょ。そう、100均とかで売ってる、なんか自分で作るパックあるじゃん、を入れても絶対2、3回使える。ビタビタに入ります。ビタビタなんだ。そう、タップタップ、これ数字が 1,2,3,4,5 みたいな感じである。ある。じゃあ用途が違うんだ。そう、これビタミン、これでも一番いい、うん、いいって言われてる、あの小田博先生が。あ、そうなんだ。大好きな小田博先生が言ってました、はいはい、こちらアムアのピーチ70ってやつ。グレープフルーツの色。これ本当に桃の成分からできてるやつ。ちょっと匂わせて。でも匂いはそんなにしやん気がするね。あ、でもえ、それ山梨。山梨はい、これ塗った後は乳液、これ、うん、白順を塗る、うん、乳液で最後これ出たクリーム、サミュの PH クリーム、これで蓋をして私終了でございます。ロフトとかプラザに売ってるよね。売ってる。そうなんだ。これはいいよ。高そう。そんなに高くない。そうなの。そう、え、いくらだろう。3500円ぐらい、うん、
クリームで最後のクリーム、うん、もうこれは本当にいい匂い、もうこの匂いが本当に好きすぎて超いいよねこれ。で一時期ナックンがこれをおすすめしてくれて、覚えてる？新買いに行ったよ。そう、買いに行った。ねもう本当に好きこの匂い。うわー、匂いなの、なんか懐かしい匂いする。超いい匂い。しかもね、あのねクリームなんだけどベッタベタにならないの、どんだけ塗っても。うん、わかる。塗りすぎてもベタベタにならない、不快感がないのでそのまま寝れます。でラスト終了。砂の席上。じゃあ、うん、次は私。はい。私はまずクレンジングがこれ。もうこれは。こっから取った。コックのとこから取った。もう本当に絶対どの洗顔も、うん、私バーム系も使ったし、うん、結構いろいろ使ったんだけど、うん、もう何よりもこれが一番いい。神。もう神。言ってたよね。もうやばい。これはもう全国民におすすめしたい。この。黒、これあのね、いろんな種類があるのよ、うん、あるある、あるでしょ、オレンジとか、そうそう、ベージュっぽい感じのやつがあるんだけど、このブラック炭配合のジェル、はい、ゲーナに入り込んだメイクとろけ落ち。もうこれやばくて、あったかくなるのよ。え、おなんの、こうやってやってるとあったかくなるし、うんうんうん、それこそ何マスカラ、はい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 、もうすぐ落ちる、うん、もうし、ドラッグストアで絶対売ってるから、うん、メイク落としなんや。うん、メイク落とし。しかも700円800円ぐらい。そう、安い。もう絶対これ1回は使ってみてほしい。洗顔はもう毎回変えてる、はい、やっぱり変えてる。そうやんな。使ってるのはこれビタミン系。あ、なるほど。これもドラッグストアでゲットできる、うんうん、に泡、うんうん、つけてみたいな。なんかもう時によって変えてるって感じ、うん、分かります。今1個なんか泡シュッてた泡が出てくる炭の洗顔も使ってみてるんだけど、今まだ試し中。お試し中。うん、感じです。はい、これもお化粧水はもういっぱい使ったの、いろいろ。高いのから、いろいろ使ったけど、もう一番結局、最終的に保湿されるのはもうこれ。もうこの極純プレミアムの黄色。もうマジでこれ。で、これを、このぐらい取って、5回塗る。5回 ?5 回、。絶対5回塗る。手で、何分ぐらい置くの？ね、そんな置かなくてもいい。あ、塗って、塗って、また出して、出してまた塗って、うん、で3回ぐらい連続で塗ったら、うん、ちょっと一回手でこうやる。顔が手でこうやってやる。浸透させて。で、もう一回やってっていうのを5回繰り返す。うん。うん、もうこれをマジで最強し、安いし、うん、あれ売ってるじゃん、ドラッグストアで売ってる。塗ったらこれ&Bの美容液。これもともとでっかいサイズ買ってたんだけど、またこの美容液もいろいろ試してみていろんなところに行ったの。これの黄色も使ったしいろいろ行ったんだけど、結局なんかこれがいいかもと思って、もう一回戻って小さいサイズに思い出そうっていう思い出し作業を今やってる。小さいサイズでこれももう保湿やばい、うん、やばいし、匂いも最高。でもこのサイズで3000円ぐらいする。あ、そんなするっけ。でっかいサイズで5000円ちょっとするするね。がちょっと高いけど美容液は絶対大事。今韓国ではもう化粧水は塗らないんだって。へえ。なんかもう韓国で作られてるのってもう美容液とクリームだけなのって。最先端はくらい美容液は超大事だから、一番美容部員の友達もいるんだけど、一番お金かけるべき場所は美容液って言ってた。へえ。なんでこれぜひ使ってください。次じゃん、これも極純。これはアンチエイジングバージョン。結構もう使ってる。お、あ、結構もったり。そう、もったりしっとりもったり。もうこれを最後になんかこう塗る、蓋する感じ、うんうん、でもこれは正直これじゃなきゃダメみたいのは正直私はまだ感じてない、うん、からクリームもいい、うん、いいのがあったらいいなって感じだけど、もう安いから確かにね、一旦はみたいな感じ、うん、パックは、まあ、さっきなっくんが言ってたこれか、でも、もうメリヒールが一番好き、青色のこれがもう一番好き、うん、で、まあ、これはもう前回紹介したんですけど、これはもうアスメイクで何アスメイクでもう絶対に必須、はい、もうこれないと私は朝メイクできない。エネルギーにおいて持ち歩けます。エネルギーにおいて持ち歩けます。なんで結構デカめだけどエネルギーがあれば持ち歩けます。でサボリーノもいろいろ使ったの、うん、もう多分全部種類使った、うん、けどこれがいい。いいよ。
なんか自信なくして最後のお礼したの。お礼したの。お礼してはい、っていうのが私のおすすめさん。とにかく激推しはこの4点、はい、あ、なんかかわいそうクリームが、ね、逆に確かにこれはまだ探し中だから、ね、やってみようって感じで、うんうん、まあ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 これは安いんで買ってみてください。はい、はい、以上です。はい、じゃあコックンいきます。メイク落とすときはこれを使う。キャンメイクのクイックラッシュカラーリムーバー。結構あのまつげを束にするのね、束感作るから、うんうんうん、これでも多分落ちるんだろうけど、うん、ちょっと不安で、これね、そう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 、そうこれで落としてます。はい、そうで、これを時間を置いたらこれで洗います。でこれはひなくんからのおすすめです。家にストック2個あります。でもあ、そうそう、なんか近くのドラッグストアに売ってなかったの、ね、家のだから買っといたんだ。そう、見た時に買う。そう、見た時に買う。見た時に買う。みんなこれ買っとけ。これマジで最高。見たら買っとけ。そう、こうやって落としたら、まずはこれ極純プレミアム、はい、すいません、花ラボさん、花ラボさんでありますいただきます。こちらは、日向のおすすめです。はい、はい、あ、これが本当に一番保湿あるよね。これもうちの家にお泊まりした時にそう使わせてもらって、うん、そうでやったら次は、こちらアンドビーの美容液、こちらも日向のおすすめです。はい、私美容液を使ったことがなくて、何の美容液がいいと思ってた時にひなたんがこのアンドビーのやつを貸してくれた、うんうんうん、またお泊まりした時にね、うん、もうそしたらいい匂いだししっとりだから、いい匂いだよね、そう、私お家にはでっかいのあるんだけど遠征の時はこっちに詰め替えて持ってってます。マジでいい匂い、オーガニック。もしパックする日、うん、があったらこのダーマレーザー緑、これひなたんのママにあの赤だか、うんうん、白だかピンクじゃない、ピンクか、うん、そうをもらって、めっちゃダーマレーザーもしっとりで、うん、あの分厚くて時間が経ってもあのカピカピにならなかったの、うん、でめっちゃいいと思ってシカの方を使ってみたくて、なんていうの、その鎮静効果がある方を使ってみたくて、うん、緑の買ったら緑のもめっちゃ良くて、オッケー、いいよ、今は緑のを使ってるって感じだから、うん、あの日向ママありがとう。鎮静効果、うん、だから肌がちょっと荒れちゃった時とかに使うと次の日に治ってることが多い、うん、へえ、うん、これがニキビ予防、ニキビ予防で、そしたら美容液塗ったら、肌ラボさんを、はい、の次は極純の白の方の乳液を使ってる。うん、めっちゃ肌白くなる。あ、そうなの、うん、だから私あの顔ばっか使ってたから首と顔の色が違くなってるから、え、これ最近首にもちゃんとこうやって肌白くなるの、肌白くなる、はい、で、そしたら最後にこれ、これは、ま、一緒持った。これは唯一自分で見つけた。これもう5個目ぐらい。5、6個目ぐらい。いや、私はもうこれじゃないとダメ。あ、そう。そう、もう朝までベトベト。もうベトベトじゃないと、もう。嫌なタイプね。乾燥しちゃうから、私は。そう、これめっちゃいいよ、みんな。主張する前に、つけても、いいんだって、あの、もろもろしない。あー、浮いてきたりするから、めっちゃいいです。朝の洗顔は、そう、洗顔専科のポンプ式の泡のタイプの使ってる、うん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 、ってやる、うん、うん、終わり、はーい。ごっくんめっちゃ肌荒れしてて、フェイスライン、マスクの時期でちょうど17歳とか18歳とかで思春期だったっていうのもあるし、うんうんうん、ここがもう荒れに荒れまくっちゃったの。写真はこちら、あ、ちょっとあれ嫌な人は飛ばしてください。はい、こちらもう赤くてボツボツって、もうできては治って できて治ってっていう、もう痛いニキビがもうブワッてあって、でもアイドルやってたから化粧しなきゃいけないし、でマスクは絶対しなきゃいけないしって言われて、スキンケア以外に気をつけたのはあのシャワーを顔に当てない、うん、そうあれ、ね、そうそうそう、痛いから、そうで、タオルで顔を拭かない、キッチンペーパーとか、うんうんうん、クレンジングタオルで拭いたりとかする。大事。で、あとはあの高かったんだけどレーザーみたいに言ったのね、うんうん、スキンケアを全部ひなくんのものに変えてみたりとか、うんうん、そうとか、あとはなんだろう、何、枕カバーを変えたりとかもしたし、うんうんうん、皮膚科にも行ったしっていう、いろんなことをやって、まあどれが一番良かったのか分かんない、うん、本当に全部を試して、うん、今はもう何も荒れない肌に位置ついた。肌綺麗になったもん。なったよね。でも私結構なんかどれが良かったかは分かんないけど、でもこのスキンケアたちのおかげの気がしてるの。自分に合うスキンケアを探す。あと肌質が一緒の人、
から聞く、うん、なっくんのってもう元からの陶器肌、うん、あ、そう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 、そうだからそれ言いたいね、声に大にして、うん、声を大にして言いたい、痛い痛い、そう元からの質、もう陶器肌で、そう勝ち組肌なの、そうもう元から肌がもう超綺麗、たまにニキビできたりとか、いや、なんか被せる今。今もう本当にいいの、上の突然荒れたりするんですよね。そう、花だと思え。花だと思ってるんです、うん、でも本当に肌が綺麗だから、ファンデーションとかのりももう超いいし、うん、って感じだよね。そう。なっくん。で、うちら二人はもう絶対陶器肌になれないタイプの肌質。うん、そうだね。基本的に私たちはスキンケア系とかね、化粧品で結構苦労するタイプの2人だもんね。そう、肌質が一緒の人から、うんうん、こうお互いこれが良かったよってやるのがいいのかなって思ってる私は、うんうんうん、あとは、うん、私がおすすめするのは、うん、顔、その脱毛してない方は顔剃りに行くこと、月1回絶対顔剃りに行く、で家でもさできるけど、やっぱもう顔剃りとかのレベルだともう全然違う、うん、顔剃りしてくれるところってスチーマーを当ててやってくれたりとか、いろいろ込みのコースだったりとかがあるのね、で大体まあ6000円ぐらいでできるところあるのよ、ぜひ顔剃り、顔の産毛剃りを月 1? 月1、まあ、まあ理想、まあ、少なくても月1、うんうん、あの化粧のりもめちゃくちゃいいし、うん、トーンも上がるし、で私ぐらいの年齢、まあ、25歳超えてあたりぐらい、まあ、それも2人ぐらいの年でいいと思うんだけど、もう最近は私はピコトーニング、うん、ズルズルって痛い、レーザーちょっと地味に痛い、うん、やって、あとなんかそのなんていうの、毛穴洗浄みたいなのも、うんうん、やっぱ行ったりするともう3日後ぐらいに、本当にそうだから、ぜひこのスキンケアプラスなんかいろいろ私たちも教えられることを教えていこう、うん、教えていこう、逆に教えてもらいたいしね、これおすすめで、確かに、ということで肌事情でした。